コズミックイラ70、血のバレンタインの悲劇によって地球プラント間の緊張は一気に本格的武力衝突へと発展した。誰もが疑わなかった数で勝る地球軍の勝利。しかし当初の予測は大きく裏切られ、戦局は疲弊したまま、すでに11ヶ月が過ぎようとしていた。その名はガンダム。地球連合に所属する大西洋連邦は、資源衛星コロニーヘリオポリスにおいて G 兵器と呼ばれるモビルスーツ開発を行っていた。新世代コロニー軍であるプラント、そしてプラントから有志で編成された武装組織ザフトは、地球連合の G 兵器計画を察知。ザフトは G 兵器の存在を危険視するも、ヘリオポリスが中立国であるオーブに属していたため手出しできずにいた。だがザフトの指揮官ラウル・クルーゼは、プラント最高評議会の判断を待たず G 兵器奪取の立案をする。ここで見過ごさばその代価、いずれ我らの命で支払わねばならなくなるぞ。地球軍の新型機動兵器、あそこから運び出される前に奪取する。クルーゼはモビルスーツ隊を出撃させた。ヘリオポリスに駐留していた連合軍は迎撃するが、ザフトのモビルスーツの前には歯が立たなかった。連合軍は G 兵器を守るため新型戦艦アークエンジェルへの積み込みを急がせるが、輸送隊が襲撃され、次々にザフトに奪われていく。ヘリオポリスの学生であるキラ・ヤマトは友達と一緒に避難していた。モビルスーツがコロニーの中へ。あ、君どこに行くんだよ、早く逃げないと。カガリ・ユラ・アスハ、カレッジを訪ねていた少女。二人はシェルターに避難する途中、ザフトに強奪されようとしている G 兵器を目にする。やっぱり地球軍の新型機動兵器、お父様の裏切り者。キラは動揺するカガリをシェルターに預けた。しかしコロニーが崩壊し始めたため、自分自身の逃げる手段は失われてしまった。ザフトがここまで。あの子危ない、こっちへ。させるか。お前、ああ、アスラン、キラ。それは突然の再会であった。ザフト兵士の名はアスラン・ザラ。キラにとって月の幼年学校の頃からの親友であった。しかしアスランがプラントに移ることとなり、別れてからは互いの境遇を知らずにいた。マリューはアスランの隙をつき、 G 兵器の一つであるストライクガンダムのコックピットにキラを押し込み、自身も登場した。シートの後ろに、この機体だけでも私にだって動かすくらい。キラ、いや違う、あいつがあんなところにいるはずは。アスランはストライクガンダムの強奪を断念し、隣にあった G 兵器イージスガンダムへと乗り込んだ。
ガンダム。まだむちゃくちゃだ。こんな応援してこれだけの機体を動かそうなんて。どいてください、早く。CBG を再設定。チッなら技術室の電子音ポンプに制御モデル直接ニューラルインクスネットワーク再構築の連動からメーター更新フィードフォワード制御再起動伝達完成コリオリ閉鎖修正運動用途接続システムオンラインブーストストラップ起動。この子状況を確認しろ。ザフト軍はアークエンジェルとジーはどうなったのだ。こちらストライク、地球軍応答願います。子供だと、子供がジーに乗っているのか。ルール少尉、事情は後で説明します。あなたはアークエンジェルの出航を急がせて。多くのクルーを失いましたが、アークエンジェル出られます。急ぎ艦に戻り、こちらの指揮を。ヘリオポリスはもう持ちません。キラ君、聞こえたわね。私たちも脱出し艦に合流します。仕留め損ねたか。だが今のうちに沈んでもらう。やめろ、やめろ。リアッカーは船よ。俺はモビルスーツをやる。なんだ、拍子抜けだな。文句はなしだ。でかい獲物だろ。奪った陣を投入してきたというの。チビ、証拠まかと。そんな戦い方で。チッ、この戦力差ではどうにもならんか。アークエンジェル、着艦許可を求む。許可します。本艦は現中域を離脱する。フラガ隊員は CIC をお願いします。やめろ。おっと、外にいるのはクルーゼ隊だぜ。あいつはしつこいぞ。痛い。くそー。
ージコロイドの生成良好。テストもなしの一発勝負か。大丈夫かな。絶対だとさ。こちらのものでしたっけ。撤退します。やはりキラ、キラなのか。まさかアスラ。ナチュラルの味方をするんだ。君こそなんでザフトになんか、なんで戦争したりするんだ。状況もわからぬナチュラルどもがこんなものを作るから。来た、なぜ。ストライク液化信号を。アークエンジェルは現中域より離脱します。船も無事だ。上出来だったぜキラー、ヤマト。君コーディネーターだろう。ザフトとの戦闘でヘリオポリスは崩壊した。アークエンジェルは避難民を救助し、友軍と合流すべく移動を開始する。避難民の中にはキラの同級生たちもおり、彼らは生き残るために軍艦であるアークエンジェルの手伝いをしていた。ある時アークエンジェルは緊急避難用の脱出ポッドを回収した。そこにはプラントから来た少女が乗っていた。ラクス・クライン、ザフトの指揮権を持つプラント最高評議会議長シーゲル・クラインの娘であった。やだ、なんでザフトの子が勝手に歩き回ってんの。私はザフトではありません。ザフトは軍の名称で、正式にはゾディアック・アライアンス・オブ・フリーダム・トリーティー。なんだって一緒よ、コーディネーターなんだから。同じではありませんわ。確かに私はコーディネーターですが、軍の人間ではありませんもの。あなたも軍の方ではないのでしょう。コーディネーターとは、遺伝子を調整された人間のことを言う。通常の人間であるナチュラルよりも優秀な頭脳や身体能力を持っている。コーディネーターで構成された国家がプラントであり、
その軍隊がザフトである。つまりラクスは地球連合軍に所属するアークエンジェルの敵であった。冗談じゃないわ。コーディネーターのくせに慣れ慣れしくしないで。遺伝子を調整し先天的に能力を強化することを良しとしない人たちも多くいた。その組織や考えをブルーコスモスという。フレイはブルーコスモスの一員であり、地球連合の高官である父の影響でコーディネーターに強い偏見を持っていた。アークエンジェルはザフトの追撃を受けながらもようやく救援の艦隊に接近する。そこにはフレイの父が乗っていた。もしあれが足つきに補給を運ぶ船ならば、このまま見逃すわけにはいかない。救援の艦隊はクルーゼに発見され窮地に陥ってしまう。この子を殺すわ。パパの船を撃ったらこの子を殺すって、あいつらに言って、そう言って。フレイはラクスを人質にして父を助けようとするが、時はすでに遅く、フレイの目の前で艦隊は全滅させられてしまった。キラはそれでもなお人質を取る方法に疑問を感じて、ラクスを返すためかつての親友でありザフトのパイロットであるアスランを一人呼び出した。コックピットを開け。彼女を連れて行け。さあ。いろいろとありがとうキラ。アスラン、あなたも。キラ、お前も一緒に来い。お前が地球軍にいる理由がどこにある。僕だって君となんて戦いたくない。でもあの船には守りたい人たちが、友達がいるんだ。ならば仕方ない。次に戦う時は俺がお前を撃つ。僕もだ。